ゆらき、あらぎ、ミスターちゃん、スピードだね。そうですね。はい、もう日本語であります。はい、早いで。もう諦めました。はい。皆さんこんにちは、国内ミステリー書評番組、ミステリーちゃんの2023年の12月号のその3でございます。はい、若林ふみでございます。ふみ若林そこでやるんじゃない。そこだけすげえ松小出でございます。とどういう振り付けでいくかわからなかった。はい、というわけでございまして、はい、3冊目ですね、はい、2023年11月号新刊の、はい、3冊目、杉江さんお願いします。はい、道尾修介、聞こえるこれですね。これ、角川だっけ、これは講談社か。道尾さんはこのところ、なんていうのかな、読者参加型の作品というのをいろいろ試してるんですよね。本の前半と後半両方から始まってる小説とか、あとはあの捜査資料のゲームブックといいますか、ゲーム、はい、あのディテクティブ X 見事件殺人っていうね、これなんかもそうだし、この前にはあのなんだっけ、いけないか、そうだね、文芸春秋か、そうあのオール読み物で連載というか掲載された作品を集めていけないっていうね、絵が、そう、写真が間に挟まっていて、その写真に向けて書いてあったり、あと、うん、物語で分かんなかったことは写真で分かったりとかですね、うん、あとまあ、 あの背中をあの、ね、念押しをするような感じの写真ですとか、うん、そういう作品集ですね、うん、で今回の聞こえるはタイトルで分かるように聞こえるんですよ。聞こえるんですね。これがね、もう紹介が難しいっちゃあれしないんだけど、まあ雑誌掲載時からそうだったんだけど、小説の中にどこかに QR コードが入ってるんですよ。で QR コードが入っていて、その QR コードを読み取ると、その音声ドラマのね、録音されたドラマのところ飛べるんですよね。でそこで小説の中で、出てくる登場人物たちの、まあ、会話とかね、あと何かの実況みたいなものが、聞こえるわけだというのが小説の中に挿入されていて、それはどこに出てくるかって決まってない、まあ最後に出てくる場合もあるし、最初の作品の聞こえるのように頭からある部分場合もあるわけですよ。それで、それが物語の中にどのくらい パーセンテージで組み込まれてるかっていうのも実は言いにくくて、うん、これはね、読んでからそれを聞かないと、というか小説としてこれをまず読んじゃってから聞いた方が僕はいいとは思うんですけれども、まあこの順番、出てくる順番で QR コードの出てきたところで音声を聞いて、さらにまた小説読むっていう形にしてもいいと思うんですよね。僕は試しに、小説だけ文字部分だけをさーっと読んでみたんだけど、まあ、それでも物語は一応ちゃんと完結するんですよ。うん、なんかその余韻の残る物語だなみたいな風になっているんだけど、 QR コードの方に飛ぶと、あ、何こんなことがあったのみたいなのがね、分かるというですね、そういう作品集です。非常に面白い試みしてると思います。例えば、ハリガネムシっていうのが入ってるんですけど、これはね、塾、まあいろいろと、まあ、自分の人生の進路を、まあまあ、間違ってとか見誤って、今はその塾をやってる人物が、まあ、視点人物なんですよね、うんうんうん、でその視点人物の彼は、うん、その自分の教え子である高垣さや、うん、女の子高垣さやの、うん、荷物にですね、盗聴器を仕掛けていて、うん、その盗聴器を使ってですね、うん、彼女の私生活を聞いてるんですよね、うんうん、でそのまあ、この聞こえるに大変ふさわしい小説の設定なんだけど、そうするとその聞こえてくる彼女の私生活というのが、なんていうのかな、非常にその聞くに耐えないようなひどいことが起きている過程でね、でそれを聞かされてしまってっていうところからで話が進んでいくわけですよ。で道尾さんの
優れてるところはやっぱ描写力だと思うんで、面白いのはこの音だけなんだけれども、音からこの主人公が、サヤが何を今されているところかみたいのを、まあ、推測していくっていうのがね、それがこの ハリガネムシの、面白いところなんですよ。でそれがその後でその音声を聞かされることによって想像力を膨らませる読者の立場とも、まあ、重なってですね、それがうまくそのイメージの醸成につながるという、うん、だハリガネムシなんかが一番僕は成功した例だと思うんですけど、うん、あとはこの、どれがうっかりネタバラしないように言わなくちゃいけないのがあるから皆さんな、最初の聞こえるタイトル表題作はこの漢字なしの聞こえるなんですけど、まあ、最初の表題作というか第1話の聞こえるっていうのは、まあ、ルームメイト、女性同士でルームシェアしていた2人がルームメイトが、まあ、亡くなってしまった後呆然としながら、彼女はそのストリートミュージシャンをやっていて、自分で自主制作 CD を1枚だけ作ってたんですけど、その CD を聞くと、その CD の中から、何かを語りかけているような本来なかったはずの言葉が聞こえてくるっていうね、それに呆然としてっていう話から始まって、彼女がなぜその2人はどういう関係だったのか、そしてこの聞こえてくるメッセージを、は何なのかということで、その残された一人が、いろいろと動き回るのだがという話ですね。このようにですね、全て聴覚の、情報を、面白い形で利用して書かれていまして、面白い試みだと思います。で、こういうタイプの小説ね、まあ、前のそのいけないの時は完全にその小説のパートと写真というか視覚のパートが、こう何だろうな、切り分けられてた感があったんで、もうちょっと何だろうな、一般向けというかさ感じだったんだけど、うん、今回は何しろ聞くというのが入るんでね、そこがねなかなか面白い試みだ、そうね、マニアックですよ。そう、今回のコーナー、なんつうかその、まあ、みちおさんそのいわゆるその体験型的なことにすごくやっぱ、うん、ジャミされてて、今のその読者ってやっぱいろんな、ね、メディアを通して、まあ、読むだけじゃなくて、ね、うん、いろんな五感を駆使して自分で自らその体験していくっていうことにのいろんなメディアでそういうのを楽しんでるから、うん、そういうのをこう小説でも試さざるを得ないんだっていうふうに思ってらっしゃるんですね、うん、でそこを次聞こえるかっていうふうに思ったんで、まあなんか本当にいろんなこと試すよなと思う、うん、僕ねこれまだ確認してないんだけど、これオーディブルってあんのかな、あんのか、あれ、おそういえばそうだね、オーディブルがあるとしたら、うん、どういう風になってんのかなと思って、うん、ちょっとこれ買って試してみようと思って私までやってなかったんですけど、うんうん、オーディブルにした場合ってこれどうすんだって、うん、どうすんだろう、うんうん、あったらちょっと、うん、どういう風に試されてる、そうだね、この次どうすんだろう、匂うとか、ね、匂うじゃないかな、この前ありましたけどね、うん、擦ると匂いがするからね、まあ最近なんか AI で生成してさ、その匂いを出すみたいな技術も開発されてくるから、うんうん、もしそこに本当にそれが一般導入されて、みちおさんがそこに目をつけたら、また匂いを本当に嗅くんじゃないの、うん、まあまあ、この路線をね、どこまで突き詰められるかわからないんですけど、うん、まあまあ、これ以外にも他にも連載とかされていて、うん、全然違う路線も取られるようになるんですけど、とにかくその読者 の思ってもいない角度から、うん、心理に切り込むっていうことをされるっていうのをずっと、ね、熱心にやっておられる方なので、うん、いろいろ試されている中の非常に一つの面白い試みだと思いますので、何だろう、これはね、僕は、順番に読むのが正しいんだとしても僕は、文章を先に全部読んじゃいましたけれども、うんうんうん、皆さんもぜひいろんな読み方を試してみていただきたいなと思いました。うん、というわけで聞こえる講談社でございます。はい、最後3冊目じゃーん、はいはい、青崎優吾地雷グリコ角川書店です、はいはい、これはね、まあ僕と杉江さんが書いているリアルサウンドで、はいはい、連載している道玄坂ミステリー監視塔っていう、うん、11月期のね
分はですね、12月に担当したやつ、7人中6人がこれをベストとして挙げるという、うん、あの他にもあの、ね、あの有力作はいっぱいあったんだけど、うん、これいやそれでもこれでしょっていう、まあ、評者が6人いたというね、もう、まあ、確かにあの開けざるを得ないよ、これはしょうがないよ、しょうがないよ。で、あの淡崎優子さんは、今年、ね、年度のミステリーランキングの対象でいうと、去年の12月に出たあの11文字の檻という、うん、ノンシリーズ短編集を出しました、はい。まあ、あの中は、まあね、やっぱ淡崎さんというのは謎解きミステリーね、あの平成のエラリークイーンという平成のエラリークイーンというあの意味を取りながら、謎解きミステリーの書き手だと思われたんですけど、うん、実際はですね、いろんなそのジャンルをまたいで書けるその幅広い娯楽小説の書き手だということを、ね、11文字の森で証明したんですけど、その短編ですね、短編で。で、これもですね、あの短編なんですよね。で、この兄弟作にはその地雷グリコっていうのがどういう話かというと、舞台となっているですね、学園が、何学園だったっけ、これ忘れた、何学園だ、まあ、ある高校でですね、その文化祭の際にその模擬展をその出展する時のスペースをですね、決めるためにですね、必ずそのゲームを行って、うん、その勝者によってそれを譲るというですね、あの取り決めが交わされていたと。で、この、 あの地雷グリコっていう表題作、あのグリコってあるじゃないですか、うん、じゃんけんをしていって、その階段を使ってね、あのグーが出たらこれぐらい何歩進んで、チョキが出たら何歩ぐらい進んでっていうやる、うん、あのグリコなんですけど、じゃんけん、これもですね、この地雷グリコというそのゲームも、じゃんけんで勝ったら階段上がるっていう、まあ、ここは同じなんですけど、うん、問題はですね、対戦相手同士がですね、その階段にですね地雷を仕掛けるわけなんです。それを踏んだらペナルティーで戻ってしまうよっていうルールが課された、それが地雷グリコなんですね。で、このゲームを元にしてですね、その模擬店の出店を、あの高校の名前を思い出しました、法事を高校ですね、はい、高校ですね、をあのかけるためにですね、勝負に挑むのが、井森大和か、うん、という、女子高生なんですね。で、この、ね、井森山とですね、見た目はですね、こうセーターをこうダランダランってこうやりながら、いちごオーレをこうチューチュー吸いながらですね、うん、なんかすっごいだらしのない、あの訪問者の漫画に出てくるような、うん、でここで出てくる女子高生なんですけれど、うん、まあ、見た目はね、すごいゆるゆるな感じなんですね。ところがですね、あのめっぽう勝負ごとには強くてですね、うん、いざその地雷グリコ、このグリコですね、あの場所をかけたですねゲームに、だからその生徒会だったかな、あの生徒会のですね、結構頭の切れる先輩と勝負をするっていうのがこの地雷グリコなんですけど、うん、っていう話です。で、さっきその言った通り、その非常にシンプルなゲームではあるんだけれど、一個ですね、その地雷を加えるというふうなルールを加えた途端にですね、この昔ながら の、 そのグリコという遊びがですね、うん、とんでもない頭脳戦をですね、うん、展開する、頭脳バトルのですね、はい、要素をあのはらんでくるわけなんですね。で、この地雷グリコという短編集には5つの短編が含まれていて、タイトルを地雷グリコ以外の申し上げると、坊主衰弱、自由律じゃんけん、だるまさんが数えた、うん、フォールームポーカーということで、例えばそのじゃんけんとかだるまさんが数えたとか、まあ、神経衰弱とかね、誰もが知っている遊びをあのベースにしつつ、それぞれその異なる独自のルールを変えることによって、うん、オリジナルのゲームを展開してるわけなんですね。例えばその自由律じゃんけんだったら、グーチョキパー以外にもう一手あの別の手を加えることが お互いできますよということで、4手独自手ありのじゃんけん対決だったりとか、だるまさんが数えたじゃなくて転んだじゃなくて、いつその振り向くかっていうタイミングを、入札によって決めるというですね、うん、こういう入札形式のだるまさんが転んだとかね、うん、こういうあの昔誰もが知ってるんだけれど、一つなんか違ったルールを加えるだけで非常に複雑な頭脳戦が展開するように、うん、加えられたオリジナルのゲームに、それぞれそのイモリやマトが挑むというのが、この連作短編編集 の、 あの基本的なスタイルなわけなんですね。で、僕がやっぱ一番関心したところは、まず一つとしてはあの非常にシンプルなんだけれど、独自のこの1個を加えるだけで、うん、こんだけあの複雑なことが展開ができるってことと、うん、
あともう一つは、それが元になっているのは誰もが知ってる遊びだから、うん、ルール自体は誰でも読むだけで理解できるんだよね。そうなんだよね。そこがすごいんだよね。理解できるんだけれど、じゃあ理解できるかって できたら誰でもなんか簡単に遊ぶかって言ったら、そんなことはなくて、一点それを加えるだけで、こんなあのロジカルなね、あの心理の読み合いがこう生まれていくゲームを構築して分かりやすく提示するっていうところが、まずその青崎優子すごいなっていうふうに思ったことが一つ、うん、でもう一つはですね、あのシンプルから複雑にっていうところから、さらにですね、そのゲームの、その決着がこう出てくるところまでの展開が、さらにそこがものすごいミステリーの謎解きのね、うん、あの技巧を使ってうまく書かれてるわけなんですね、うん、いわゆるその手がかりのですね、あの配置っていうものに対して、今までその青崎さんっていうのはいろんなその謎解き小説ね、あのロッキングシリーズとかね、うん、もいろいろあの研磨してきたわけなんですけれど、何かですね、このゲームの、あの決め手を、あの行く先に言える決め手というのを巧みにですね、この小説内に隠してるんですね、うん、しかもそれが非常にシンプルで、あ、ここに書いてあるんじゃんっていう、うん、でそれを見つけることによってスルスルとあることが突破していくっていうの感覚、うん、これはいわゆるそのあのエラリークイーンがある一つの手がかりからロジックで持って、うん、持って犯人の思惑をこう破るっていうところ の、 あのまさにその謎解きミステリーの手がかりの技巧ですよね、うん、それがですね、このいわゆるその、ゲーム小説的な部分のところにも組み合わさっていて、これは今までもその頭脳バトルものとか、あるいは、頭脳バトル漫画みたいなもの、あとあのいわゆるギャンブル漫画みたいなものですね、うん、あのカイジとかあのライアーゲームとか、ああいうものを、あまた書かれてきたんですけど、そこをあのシンプルなあの決め手で突破するっていうところは、まさにその青崎さんが今までその謎解きの中で磨かれてきたものを使ってからこそ書けることだと思うので、ね、うん、非常にその意味で言うと、いろんなゲーム小説書かれてますけれど、これは本格謎解きの名手にしか書けないゲーム小説になっているって思われました、うんうん、まあこれあの杉江さんはあの本の雑誌のところで、そうです、ね、令和一面白いというふうに、令和一面白い、もうね、平成のクイーンってもう平成じゃなくなっちゃったもうね、令和、まあ、どうすんだ令和になったらっていう、どうすんだ青崎優子と思ってたら、うん、ああ平成のクイーンって言われないようにしてるわ、そう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 、面白かったですね、うん、やっぱり今おっしゃったようにクイーン の、 あの方法論を使って心理の読み合いの部分ですね、うん、盤面の敵として相手をどうやって動かすかということについての創設だと思うので、うんうん、あの 後期クイーン問題に向けてですね、うん、クイーンがギリシャ間のギリシャ質疑の謎から以降をその突き詰めていった相手の真の犯人との探偵の謎の真の読み合いという部分をものすごく分かりやすい対戦ゲームという形で表現したというところが才能だと思いますね、うん、もう一個は、対戦式の小説物語として素晴らしいのは、敵のインフレにならないところがあります、はいはいはい、どん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 敵を出していくと、じゃあラスボスをどうしたらいいのかっていう問題が出てくると思うんですけど、ちゃんとラスボスに着地するように書かれていて、うん、着地したところでラスボスとの間に、どんな対戦が行われるのかっていうことは、物語のセオリーとして、最後だから敵を倒したら終わりっていうんだと単純すぎるんですけど、敵を倒すと主人公には何をもたらされるのかっていうですね、主人公の動機をどうするかっていうのが非常に大事だと思うんですよ。で、多くのラスボスは主人公の敵としては不満があるんですよね、うんうん、倒して終わりになっちゃうから、うんうん、でもこれはねラスボスを倒して終わりじゃないところに小説の着地点が最初から設けられていて、うん、これは多分最初から計算して書いてるんだろうと思うんだけど、うんうん、対戦型の、敵を倒していく物語の理想形みたいな割り方をするなと思って、すごい完結の仕方をしてるなと思いました、うんうん、まあもうあれですね、僕はまあ、名前も言う日本推理作家協会賞長編および零作短編集部門の下選員なんですけど、うん、これは上げますよ、うん、上にこれは上がるでしょう。そうか、上げるだろう。これは上げなかったら僕以外の予選員が全員バカだったと思ってます。まあでもそんなことありえないんだけどね、うん、絶対上がってくるから。こういうゲーム小説って書くと、まずやることは複雑、いかにゲームを複雑にさせてこう盛り上がさるかってことにどうしても言っちゃう人が、多いかと思うんだけど、
さっき言った通り、青崎優吾ってシンプルから複雑でシンプルっていう、その菱形でこう展開させるっていうことをうまくこう書かれてるところがまず今だと思うし、あとはその決してそのゲーム以外の部分のところもおろそかにしてない分ね、このムーリアマトっていう、こういちごでチューチュー吸いながらダラーンとやってるやつが勝負ごとにまあバーには強いっていうまあキャラクターなんだけど、実はまああのなぜここにこうゲームにこうムーリアマトがこうあの教授対戦していくかっていうその背景の部分のところも、あのどんどんその読んでいくとですね、あそうか、こういうふうにこう話あの物語とか膨れ上がってくるんだっていうところで、そこのですね、あの戦うゲームにあの身を投じる人間の背景っていうのも膨らませ方もすごいうまいなと思っているので、その部分のところでもね、まあ、11森寺の森の時にね、あの幅広い娯楽小説を書いてて、さっき僕言いましたけど、うん、これはまあ確かにいろんなもの書けるわこの人は改めて思いますね、うん、もう素晴らしい才能だと思いますよ、はい、もうこれは全員読むべきでしょう、もうこれはもう必読ですね、はい、あの今年の店ランキングの時期じゃなかったけどね、そう、来期は、うん、もう来期これがベストワンになっても全然おかしくないと思いますよ、この時点で、うん、どんなものが出るか分かんないけど、そうだね、で、うん、青崎さんまだあれだね、あのデビューで鮎川哲也賞を取って以来のその賞をで何かまだ獲得はしてないですね。そうですね。あのノミネートされてますけど。そう、うん、なので、まあ、ぜひぜひ、はい、期待の作品、はい、絶対読んでね。はい。はい、というわけで、私の3冊目は青崎優吾さん地雷グリコ角川書店でした、はい。というわけで3冊紹介しました。はい、じゃあ、今後の予定を言って終わりにしましょうか。実はこの後ね、あの、うん、あれなんですよ、あのそこにね、千賀さん来てるんですけど、年間ベスト10をこの後やるで、ね、僕らはね、あのとっとと終わらせないといけないから、ね、さらっとやるね、あ、はい、じゃ あの告知いろいろあるけど、はい、まずあのすいません、大変お待たせしました、第4回みんなのつぶやき文学賞、来月の頭にはあの予告発表します、はい、でいろいろちょっとね、あの今ツイッターが X に変わっちゃってガタガタしてるんですけどちょっといろいろまあ、 あのハッシュタグ配信するとか言ってたもんね、とかね、まあ、いろいろの対応できるようにね、あの、はい、ちょっと考えましたので、ぜひあの今年もあの好きな作品にあの一票投じるっていうことを皆さんもしていただければなと思います、はい、それとあともう一つ、まあ、自分の仕事としては、来月1月の文庫解説やったものとしては、北条圭さんの孤島の来訪者の文庫解説を書きました、うん、はいはい、あの非常に面白い特殊設定見せ、特殊設定って何で使うのっていうことに対して、北条さんがすごい真摯に向き合っている作品だと思うので、はい、ぜひあのお読みください、はい、一応そんなところで言うと思います、はい、ね、僕はね、あることに気づいたんだよね、うん、今日12月26日でしょ、うん、俺忘れてたよ。何を？第15回翻訳ミステリー大賞の予選を一次選考って言いますか、募集をねするのを忘れてましてね。本当はね12月に始めてね1月あの10日ぐらいで終わりなんですよいつもは。あのねちょっと前に思い出したんですよ。あっと思って。なので。うん、今回ちょっと遅らせます。1月1日ぐらいからにしようかな。で1月末ぐらいまでにしようかな。皆さんも投票して、翻訳ミステリー大賞の、候補作の ロングリストをみんなで作れるっていうね、うん、がありますので、それ今回は最後なんですよ。今回が最後なんですよ。最後だから忘れちゃったわけじゃないんだけどさ、いろいろあってちょっとコメントに困るのが最後来たな。ぜひ皆さんも、はい、皆さんが、あの、候補作を、あの、1個ずつ推薦できますので、ツイッターで、これはツイッターなんですけど、うん、押していただければなと。あ、ツイッターじゃない。投票フォームがあるんで、投票フォームで、投票してください。よろしくお願いします。はい、これが私の今後の予定でございます。はい、すいません。僕がやるのを忘れてました。僕が悪いです、大体これは。はい。じゃあ最後あれですね、お互い紹介したやつを、はい、はいはい、じゃあ僕からですね、はい、はい、じゃあ僕からです。郷克弘さんで旧、小学館、はい、楠谷佑さんで、かかしの村の殺人、東京創原社ミステリーフロンティア、そして、道尾修介さんで聞こえる、講談社の3冊でした、はい。
はい、じゃあ私の一冊目は五十嵐律さん、真夜中法律事務所講談社、はい、北沢東さん、運動区、角川書店、はい、そして最後、3冊目は青崎優吾さん、地雷グリコ、角川書店でございました。はい、はい、というわけで、今年も、ミステリーチャンこれが最後でございます。また来年ですね、はい、このコーナーでお会いしたいと思います。今年1年ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。良いお年を。良いお年を。